げえ、これすごいね。ウィンカークイックスイッチ、三段スロットル速度制限スイッチ。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、また面白そうなマシンをゲットしたのでご紹介していこうと思います。こちらターボレーシング76分の1、いいですか、76分の1です。セミトラック C50、 日本人的にはセミトレーラーって言った方が馴染み深いかなと思うんですけど、トレーラーのラジコです。いよいよハイテックさんが取り扱いを始めたということで、アフターの部分でも安心感が増えたのかなということで今回ゲットしていました。で、実写のトレーラーってもちろん免許のこともあるし、お仕事でやってる方じゃないとなかなか運転する機会ってないと思うんですよ。それでもやっぱりロマンもあって運転してみたいじゃないですか、という思いでですね、私もタミヤのグランドハウラーを楽しませていただいてるんですけど、タミヤのトレーラーってどうしてもまずお値段が高価で、塗装も含めるとちょっとプラモデル的な要素もあってハードルが高いんですよね。それにですね、こちら見ていただいてる通りでサイズもかなり大きいので、走らせる前にちょっと気合が必要っていう部分もあって、いいモデルなんですけどなかなかおすすめしづらいというところでですね、このモデルは本当に嬉しいなと。完成済みでなおかつ手軽に遊べるトレーラーのラジコン、これめっちゃいいですよね。で、先にお値段をお伝えしますと、メーカー価格が37,400円、カッコ税込みと、こちらも結構高価ではあるんですけど、実際走らせてみてその価値があるのかどうかっていう部分も含めて今回お伝えできればなということで開封していこう。テイク、でもこれすんごい軽いけど大丈夫だかな。よし、パカボックスインザボックス。あ、薄い。コンテナ用の説明書かな。で、これがコンテナ。これ塗装じゃない、プリントかな。質感はねこんな感じ。後で作っていこう。で、中身冊子が2枚、中国語と日本語説明書ですね。うわー、見てこれ。すんごいちっちゃいよ。これがトレーラーですね。ここにもね、オンオフのスイッチがあるね。おっと、ここなんか開けれそうなギミックあるけど、硬い。ちっちゃい電池が入ってる。 3.7V だから1セルのリポかな、多分こいつ単体で受信するのね。すごいね。で、これ充電用の USB CC と CA の2種類で、あとなんかここにでっかい R ピンついてるけど何なんだろうね。それとなんか謎のウエイトみたいなの入ってる。で、プロポね、技的も OK。 これね、10チャンネルあるらしいんですけど、めっちゃいっぱいねスイッチついてる。スティックの方はタッチはねすごくいい感じ。これ剥がそう。そしてお待ちかね、本体。これめっちゃちっちゃい、まさに手のひらサイズ。かっこいいね。塗装もねすごい綺麗。あー、人いいじゃん。人が乗ってるんだけど、ちょっとね顔が、ハンドルから手を離しておりますね。まあ、これはご愛嬌ということで、中身はこんな感じ。これ予想以上のクオリティだな。タイヤはだいぶカチカチだけど、グッてやればちょっと爪が刺さる程度には柔らかさはあるから、ゴムなのかな。よっしゃ、コンテナ作っていこう。はい、ということでトレーラーが出来上がりました。で、ここを開けたところ、この一番奥の突き当たりにウエイトを乗せる指示がありました。トレーラーってある程度前側に重さがないとだんだんこう振られてくるんですよね。なんで、まあ、前側にウエイトを乗せるっていうのはまあ納得ですね。その前にプロポは炭酸乾電池4本で動きます。スイッチを入れると、ん、何も光ったりしてないね。一旦この人たちもスイッチ入れてみよう。スイッチ、おお、なんか光ってるね。こっちも、お、こちらも同じように光ってますね。これで動くのかな。あれ、うんともすんともではないね。バインドが必要なのか。バインド方法、送信機の電源をオンにします。これはもう OK ですね。車体の電源をオンにします。フロントライトが点滅しますと。フロントじゃなくてリアだよね。まあまあ。で、次にバインド。付属のバインドピンを車体のバインドに差し込みます。ここで出てくるんだね、さっきの R ピンが。テールライトが点滅が止まり、点灯に変わればバインドの完了です。ここはテールライトに変わってますね。そしてやや日本語が。
ちょっとやってみよう。これがさっきの R ピン、元いバインドピン。で、ここの端子をこのバインドピンで短絡させれば、バインドができるっぽいですね。いくよ。こう。難しくないこれ。これプロポのスイッチ入れても、まあ、音がしたり光ったりとか何もアクションがないじゃないですか。改めて考えるとちょっとおかしいんじゃないかなと思って電池ボックスをね見たわけですよ。するとね、ここ電池ボックスの端子が接触してないんですよ。なのでこのプロポが動かなかったと。これ電池ボックスがかなりキュンキュンなので、ほら、ちゃんと端子が接触してるか、これ気をつけてください。ほら、光りましたね。これが正常みたいですね。そもそもペアリングしなくてもこれで動いたりするのかな。おお、お、動く動く。やっぱりこの送信機側の電源が入ってなかった。なかったから、無事解決。こっちも電源入れてみようかな。おこっちは何も反応はしないですね。チャンネル5がトレーラー昇降スイッチって書いてある。動くのかな、トレーラー。うわー、すげえ。ここがね、チャンネル5のダイヤルなんですけど、反対に回すと、これすごいね。ガッチャンって手動で連結しなくてもいける感じなのかな。ちょっと楽しみはね、取っときつつ、先に機能の説明していこうかな。チャンネル1がステアリング。ステアリングが思ったよりもリニアに反応してくれるんですよね。チャンネル2が、前進更新。チャンネル3が左右ウインカー。スティックを下に下げた状態で倒れるとこれ反応する感じですね。チャンネル4、ヘッドライトの切り替え。ん？動かないぞ。ヘッドライト。チャンネル9に振り分けられてるヘッドライトスイッチ。おー、ライトついた。これで？あれ？これでも動かない。わー、ハイビームになった。ここで何かが反応したりする？しないか。もう一回上のライト光りましたね。ここでいけるのかな。わー、すげえ。青と白と赤と緑。もう一回押すと消えるのかな。うわー車内光ったよ。これかっこいいね。ジョンソンさんも喜んでるよきっと。知らんけど。で、もう一回ヘッドライトスイッチを押すと、ウインカーのとこがオレンジに光りましたね。後ろも光ってる。で、もう一回押すと、ハザードが出ましたね。で、もう一回押すと、全部消えると。次、チャンネル5がさっき見たトレーラー昇降スイッチ。これですね。チャンネル6はサウンドスイッチ。これをちょっとじゃあ右いっぱいに回してみます。あ、音がしなくなったね。ボリュームなのかな？反対側に右いっぱい。音がすると。音量は変わってないかな。中立より左側にあれば音が鳴る。ちょっとでも右に行くと、お変な音になった。中立より右にしておけば音はしないよっていう感じかな。ちょっとボリュームスイッチっぽいんだけど、ボリュームではない。じゃあ次が7チャンネル。ウインカークイックスイッチ。スリーウェイのトグルスイッチになってて、下側に押すと、左のウインカーが出ると。上にすると、右ウインカーが出せると。こんな感じで単体でウインカーが出せるんだね。チャンネル8が3段スロットル速度制限スイッチ。なんだと？こっちも3段階のトグルスイッチになってて、一番下が L、真ん中が M、一番上が H って書いてあるから、3スピードミッション的な感じかな？動かしてみよう。じゃあまずスイッチを一番下の L にして、ローかな？行ってみる。うん、結構可愛らしいスピードですね。なるほど。じゃあ次はスイッチを真ん中の M にして、これでいってみよう。まあ、ちょっと速くなった。でも可愛らしいスピードですね、これも。じゃあ最後にスイッチを一番上の H。 あー、なるほどね。結構速いね。がさっきお見せしたヘッドライトスイッチなので、これ飛ばして、最後チャンネル10はトレーラーテールライトスイッチ。テールランプついた。で、もう一回押すとマーカーかな。もう一回押すとハザードがつくと。で、もう一回押すと消灯すると。ちなみにブレーキがね連動する、バックランプも。それとね、チャンネル3のクラクションをね鳴らし忘れてたんだけど、こんな感じ
操作とギミックについてはこんな感じ。めっちゃ内容盛りだくさんじゃないですか。すでにもうお腹いっぱい感はあるけど、連結してみましょう。うわ、めっちゃこれドキドキするな。あー、難しいな。よし、来た。いやー、これ最高に面白いじゃん。このアングルめっちゃかっこよくない？トレーラーといえばやっぱりね、バックですよね。まっすぐ下がる時もイメージ的になんか掃除時間によくやったじゃないですか。手のひらにほうき乗せてそれが倒れないようにこううまくバランス取るみたいな、そんな感じでバランスを取りながら下がると。ステアリングでじわじわバランスを取ると、こんな感じ。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、これここに車庫入れで戻します。トレーラーを折り曲げるときはまず行きたい方向と逆にステアリングを入れます。で、トレーラーが折り曲がったら行きたい方向にステアリングを切って、あとはバランスを取りながら車庫入れすると。うわー、高級ベンツの間狙うのめっちゃ怖いな。こんな感じかな。よーし、じゃあ次もまたこの2台のベンツを使ってこの狭いスペースでの U ターンやっていこうと思います。なんか理論上はトレーラーの箱が真横にできる分のスペースがあれば U ターンはできるらしい。まずは姿勢を整えて、で、頭を振って、こんな感じ。で、まずはトレーラーを折り曲げると。ここから切っていけば、切るのか？おー、結構ギリギリだけど。お？後ろが当たらないように注意しながら、うわー、めっちゃ怖いな。うわー、前も後ろもギリギリだ。切るのか、こっから。あ、でも後ろがちょっとずつ角度変えてきてるね。お、真横向いた。こっから、うわー、いけた。ジョンソンさん、ドラテク最強じゃん。左のミラーが、わーージョンソンさん、今までありがとう。ということで新しいドライバーさんを雇いました。ジョニーさんです。ジョニーさんはこの道も40年の大ベテランですからね。この高級車を目の前にしても屈することなく新しいドライバーさん雇いました。キャッシーです。こう見えても女性です。やっぱね、キャッシーさん女性ですからドライビングがすごく繊細ですね。あっと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 、はい、また新しいドライバーを雇わせていただきました。ワイドお父ちゃんです。お父ちゃん首とか嫌だよ。まずはフロントを目いっぱい寄せていく。そしてヘッドの向きを変えました。腕の見せどころですね。ここからヘッドもトレーラーも向きを変えていくと、おお、前もギリ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 ベンツに当たらないか。左前のミラーが危ないぞ。合わせるのか、そこからお父さんの腕の見せどころですね。よし、ミラーをかわした。あとはトレーラーをうまく向きを変えれば、お父さんかっこいい。変なごっこ遊びでも楽しいね。いや、これかっこいいね、ほんと。
ということで夢中になって走らせちゃった。3回ぐらい充電しましたね。6じゃないよ。結論から言うとトレーラーとか働く車が好きな方はぜひ手に取っていただきたい時代かなって思いましたね。正直ですね、ステアリングの切れ角が少ないなとか、もうちょっとじわじわスロットル入力できるといいなっていう、まあ個人的なわがままはあるものの、それにしてもこれはめっちゃ楽しかった。実際ですね、切れ角とかスロットルの感じっていうのはタミヤのトレーラーと似てて、本当にキュッと付着したようなそんな操作感でした。これはね、何台か集めてお仕事ごっことかしたくなっちゃいますね。で、途中思い立ってトミカワールドの道路セットがちょうどいいんじゃないかなと思って買ってみたんですけど、道幅はなんかいけそうな感じなんですけど曲がりきれません。もうちょっと広い道の方がいいなって思いましたね。これちょっとうちのお父ちゃんたちにも勧めてみようと思います。終わりー。いやー、道幅が足りないプー。